コナンの家。新一、お客さんだよ。新一兄ちゃん、今留守にしてるよ。自分やろ。コナン駅。コナン駅で何なんですか。でもあれだね、ここ無人駅なんだね。入って写真撮られる場合は入場券お買い求めください。レンタくんでけえな。レンタくんでかくない。頭脳は子供、うん、見た目は誰。皆さん好きでしょアニメ。コナン映画も来てます。最近ゆうさん興味ないプロあるんでちょっと行ってみましょう。説明しよう。ザザちょっとヒント楽しみたくて。いやもうちょっとゆっくり、はい、うん、はい、じゃあ、まあ、今ここにいて、はい、ーっと行ってコナン通りっていうのがあって、なんでコナン通りなんですかね。あ、でもそういうオブジェがあるみたいな。ザーっと行って、はい、コナンの家、コナンの家で行って、コナン駅。コナン駅って何なの。そう、ちょっと行ってみようかね。電車に何か絵とか書いてあるし。なんでコナン駅。でも海の近くなんで寒いっすね。でも寒い、めちゃめちゃ。まあだからとりあえずもう全部回ってみようっていう。そう、ここなんなら YouTube 撮影されながら僕も自分で自分の写真を撮っておこうかな。好きに、好きにどうぞ。まあこれ一つ目の。そうですね。結構みんな好きなんだね。あれもあっこにもそうがある。そうだな、うん、あ、でも見て何書いてある。散策される皆様、農作ルールを守ったら本気でないってことですか。でもこれ見て、この砂屋すごくない。多分あ砂丘の海からのなんかあれだ。こういう土地からだから、うん、こういう砂浜の砂でも普通に野菜植えてんとかすごい。すごいですよね。そんなのあるの。あったくなりそう。海だ。マジやね。これ大きくておかしいですよ。ずっと寝とくんですか。動画になんないですよ。ザザえいよ。ヒントヒントヒント、行こう。これ名シーンですよね。うん、ね、よくある、うん、気になったんだけど。え、これ他にもありました。あった、ずっとね、向こうの。あ、そうなんですか、うん、あ、書いてくれたんですよ。あと1キロもあるよ。だ、1キロしかないですよ。コナンの家って書いてますもん。なんて読むんですか。新一、お客さんだよ。ザザどうも。ピンプ。はい、新一兄ちゃん、今留守にしてるよ。自分やろ。なんかあるよね。あ、迷路だって、ちょっと遊び気分。怪盗キッドの怪盗キッドスタートだ。やってんの。いや、ちょっと張り合いを見てみましょう。なんかお知らせって書いてある。14日をもって終了します。マジかよ。もう廃墟。巨大迷路記念撮影しよう。撮影 OK なんですね。でももう終わっちゃってるから。米花商店街。商店街。あ、いろいろあるっすわ。こんな感じ。まや。はい、ソフトクリームくれます皆さん。チーズ好きじゃ治りませんね。あれ、あれめっちゃ綺麗ですね。あれ、ランちゃん、あれ、お母さん、めっちゃ細い時の。いやー、可愛いですね。これがラインナップとなってる本ですか。地元の素材をふんだんに使った。新しいの出てきましたね、ほら。子連れかカップしかいないですからね。男2人はまず僕のだけです。そうだな。はい、すごいね、やっぱり結構こういう民家でも落ちてるわけね。すごいやっぱり地元愛強いですね、鳥取の人って。優しそうだな。口の周りのスイカが気になってしゃあないです。寝とこう。できましたね。今が、あ、でもまたさっきよりちょっとでかいな。か、拡大、あ、縮小の、縮小マップで。こんな、あ、やっぱさっきだから、やっぱりその、
イベントごとじゃないけど、なんか、ね、催し物をやらないと。はい、いうことで。せっかくなんで行ってみますか。はい。どうすれば違う。ブドウも枯れちゃう、リンゴも枯れちゃう、イチゴも枯れちゃう。そうやってたら多分、あの、とてつもない時間が。すごいさ。え？あんなコンビニの作り方。ほんまや、ポプラローソン。すごいな。ザ。ザ。ないね。ちゃんとほら、コナン通りって書いてあるから、ここからは間違いなく先に行けばあるってことです。さっきまで、なんかカビの色みたいなやつだった。本当だ。カラーです。白黒じゃないですね。もうすぐ目的地まで到着です。あくびますね。うん、あ、これ、あれじゃないですか。コナンの、なんとか探偵団じゃないですか。うん。え、なんでけえな。え、なんでかない。もうね、そろそろラストスパートということで。もう少しですね。まあ、歩く程度だったら全然ありかなと。全然歩きん距離でもないしね。うんうん。1キロだから。なんかいろいろ見ながら行くから、そんなに。じゃないよね。いかしゃだよ、いかしゃ。小型なんだ。あ、これ、頭脳は、なんたら、君に決めた、みたいな。はい。頭脳は子供。うん、見た目は、子供。見た目も大人。全部子供。それがロブです。それが言いたいと。ゆら駅って言うね、ゆら。わあ、すげえ。あ、コナンの列車があるっすわ。止まってんの？いや、今来てないですけど、あれでしょ、絶対。あ、上が。あ、これ次、レジ何時？12時28分。出たバースか。さっき来てたけど。これ？うん。大バークっすね。電車が1時間に1本しか走ってない。ああ、そういう感じか。あ、でも 2本来る時もあるんですけど、うん、基本は1本か2本で賄ってますね。平日に関しても一緒か。これ鍵つけっぱなしなんて大丈夫なんですかね。使えるよって言う。まあ、そういうことでしょ。全部です。紛失防止でちょっと怖いね。もうコナンで頑張ってほしかったけど。風車だね。この風車っていうか風力発電で。むちゃくちゃな繋げ方しますね。やっぱちょいちょいコナン以外のものが。こだしから出してくる人みたいな感じで。これでもあれだね、ここ無人駅なんだね。ああ、ちょっと見てみよう。あ、でもあれ、残念ながら。残念ながら入場券を、入って写真撮られる場合は、入場券をお買い求めくださいと。あ、ダメなんですね。まあでも、撮ってないからね。そうですね。入る前に。入ってないですからね。ないよね、何もないよね。ないないない。階段に今入っとるぐらい。ああ。あそこのなんか待合席にちょっと。ああ、なるほど、そうだね。ちょっと入ってみる。はいよみたいな。そこからですか。うん。ほんまではすごいな。ちゃんとしてください。さっきからずっと鳴る。はい。どうでした？楽しい。一度来た方がいいとこだと思う。いやでも、これ見て伝わるか伝わらないか、伝わるか伝わらないか分かんないけど、でも少なくともなんか、あ、ここ知ってる、あ、この人知ってるとか、あるかもしれない。まあ一度は大体こんなの見たことある人多いと思う。うん。いやでもすごい面白いな。今度は右の北郎のところに挑戦したいんですけど、こっから結構距離あるみたいなんで。2時間ぐらいかかるもんね。しんどいかな。島根県の方です。僕まだ寝てないですからね、ちなみに。うん。ちゃんとここから海鮮の食いたいですね。そうなんです。はい。いや、マジで、本当にカップルばっかりで、男同士で来るのも、結構、撮影で仕事だったんで、今日は、はい、頑張ってきましたけど。でも僕、電車の時間あるんで、はい、今何分できそう。あ、やべえ、4分しかないです。海鮮の、なんか、3個目の駅で降りたところが、美味しい海鮮丼屋あるらしい。電車乗りたい。ほら、電車。次だけ。
出るの。ザザヒント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 裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。